みんながやってるあそこに行こうじゃなくて、ニッチかもしれないけど誰もやってないものってのを、やり続く物理のロマンが捨てられないというか、ん。どうも、こんにちは、こもりむです。この後編では、京都大学博美センターでダークマターの研究をされている足立先生の研究への愛を伺っていこうと思います。足立先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速研究への愛をお願いいたします。はい、はい、僕の研究への愛は、未知の発見へのワクワクということにしました。未知の発見へのワクワク、一体どういう思いが込められてるんでしょうか。はい、僕の、研究っていうのは基本的に何か新しい、例えば素粒子であったりとか、今の研究ではダークマーターを探索するってことで、何かしら発見を目指してるわけですけども、実験っていうのは装置の設計開発からやってまして、そこから測定してデータを調べることをしていきます。でその中でやっぱ一番何が面白いかって、最後にデータを調べて、例えばダークマターがあるかないかを見るところ、そこがやっぱ一番ワクワクするかなと思って、やっぱそれを求めて研究をしてるんじゃないかっていう思っていて、やっぱこのワクワクが一番この僕の研究の中で重要なんじゃないかと思ってます。データが出た時のワクワク感というか、そうですね、これ何も見つからなくてもそれでもワクワク。そうだから、やっぱ開ける瞬間、このデータを開ける瞬間のワクワクを、この高揚感を高めていって実験をしているわけですよね。ガチャガチャみたいな、宝くじとかって僕は若干思ってたりする、あんまり良くないかもしれないけどワードは。そういうワクワクを大事にされていると、はい、ではそのワクワクが一体どのあたりからですね、先生のこう人生においてどのあたりからこう芽生えてきたのか、ちょっと振り返っていきたいと思うんですけど、ここどういうような、こうまず幼少時代はお過ごしされたんでしょうか。幼少といいますか、中学ですけども、算数数学が好きで、結構その問題をどうにか解こうって言って、半分パズルゲームみたいな感じで解くのが、好きでしたね。やはりこう迷いなく理系に進まれたと思うんですが、そこではどういうような選択をされたとかあったりしますか。そのまま理系に行って、高校の時にスーパーカミオカンデって呼ばれる、岐阜県にあるニュートリノって呼ばれる素粒子を調べる研究施設がありまして、ノーベル賞を取ったりしてるんですけど、そこの先生が来て、その宇宙から降り注ぐ素粒子を見るみたいな講義をしていて、それまでは物理というよりかやっぱ化学先に勉強するんですよ、高校。化学の中って基本的に化学反応の前後では元素が変わらないじゃないですか、化学の反応の中で。でもなんか宇宙船の話を聞いた時に、宇宙船の中では宇宙から降ってきた陽子からいろんな粒子が出てくるわけですよね。でそれって最小単位のものは絶対変わらない、僕の中での今までの最小単位が元素だったわけで、それが変わらないって思ってたのに、なんかバーバー粒子が出てくるとか言われて、何それって思って、その素粒子に興味を持ったのが多分今の素粒子物理学やってるきっかけなんじゃないかなと思ってますね。はい、そういうようなこう経験があったからこそのこう宇宙の興味が、 そうですね、それで物理学科行こうかなっていうのをちょっと思ってました。そうなんですね。大学はどのように選択されたんですか。そうですね、だから物理学科と思いつつも半分迷いもあったんで、東京大学やったら選べるっていうのもあって、最悪物理学行けなくてもって思って行って、でも思ってた通り物理学科行けたんでよかったんですけど、入ってからはやっぱ自分素粒子に興味あるなと思ってて、もうあんまり迷いなく素粒子やろうって言って。印象的な授業とかあったんですか。物理関係ってことですよね。もちろん何でもいいです、物理じゃなくても。逆にそこで折れたのが数学で、算数好きって言ってたんですけど、高校までは算数で行けたんですけど、大学に入ったとなんかよくわからない数学になってしまって、よくとか言ったら申し訳ないんですけど、数学の人にすごい抽象的になって、なんか僕の思ってた数学って物理でやる計算だなってところがあって、余計物理に流れていく、その自分が知ってた算数を使いながら研究できるっていうところは物理には多分ありますよね。研究室はどういうふうに選ばれたんですか。研究室はなんで素粒子実験で世界一の加速器使ってる研究室行こうと思って、僕が所属してた研究室に行きました。でそれこそホットだったのが、僕が学部4年の時に素粒子で一番最後に見つかったヒッグス粒子っていうの見つかったっていう記者会見を、それこそ東大の僕の所属してた研究室の先生が記者会見明日するからみたいな感じで言われて、そこでやっぱ発見へのワクワクというか、なんか発見したいなっていうモチベーションを
そこで植え付けられたというか、うん、っていうのはあったと思いますね。やっぱ身近に発見をしている人たちを見たから、うん、自分も何か発見したいなっていうのはそこで強く思いました。やっぱり先生はすごい輝いて見えたんですか？先生は逆に言うともうその時忙しくて多分一番楽しかったその時にだから博士だった人、学生とかが一番やっぱ実際にそのデータを触ってやるっていうのは面白かったんじゃないかなと思ってますし、そのヒッグスを見つけた世代と割と仲良かったんで、このままの頃かなっていうのはあったのかもしれない。迷いはなかったんですか？もう企業に就職するか研究者に行くかの。ただ迷いはあって博士出る時に素粒子の加速器の実験やって最先端で機械使わせてもらって、うん、世界一の研究できてるなと思ったと同時に世界一の人類の英知を結集した装置を持ってしても、うん、やっぱ新しい発見をするっていうのはなかなか難しくて、うん、まあ、なかなか起きなかったんですよね。でそこでやっぱなんか今のダークマターの話じゃないですけど、みんながやってるあそこに行こうっていうだけじゃなくて、ニッチかもしれないけど誰もやってないものってのをやるっていうのはそこでそうした方がいいんじゃないかっていう思いを得られたんじゃないかなと思いますね。で逆にあの企業に行こうって考えたこともあったんですけど、結局物理のロマンが捨てられないというか、いやこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、こういう技術を開発しようとか、まあ、企業の研究者だったらそうと思うんですけど、そこにあまりロマンを感じないかというか、やっぱ物理の宙とか素粒子とかそういう世界を知るというモチベーションより小さく見えてしまったとかって、やっぱじゃあ企業じゃなくてそのアカデミックの頃かなって思ったところはあります。アカデミックの方がワクワクするんじゃないかと。そうですね、いうところですね。ある意味もうそういうふうに感化されてたのかもまあまあでも本当に確かに環境がまあそういう環境をやったっていうところも大きいのかなっていう、はい、ダークマターへの出会いっていうのはどこやったんですか？きっかけは実は同じような実験を知り合いの先生がやってて、そのニッチな研究だったんで、もともとあんまり誰もやるような人がなくて、うん、その話聞いてそれだったら自分でできるし、うん、どうやって広げていけばいいかの道筋も立ってて、それは何でかっていうと同じ技術を電波望遠鏡の研究でやってたので自分が割とスムーズに取り組めるかなと思ったし、うん、誰もやってないっていうのがやりたいなと思ったきっかけですかね。先生は海外への行かれたことはあるんですか？あ、そうですね、加速器の実験やってた時は2年半スイスとフランスの国境ジュネーブとって日本人も結構多かったんですけど、外国人の中に1人ポツンって行きましたってわけじゃないんですけどダークマターの研究は兄弟でできるんですけど、電波望遠鏡とかの実験は空が綺麗なとこじゃないとできないんで、チリに行ったりとかは1回しかないですけど行ったことはあります、ね、基本的にこういう研究者になるとやっぱいろんな海外には行けると、なんならそのうち宇宙に行くとかいうこともあるかもしれないですけどね。もう先生のあれやったらまあその密集してるところに行って帰ってこれない気がしますけどまあ人生をかけて研究をできるというような、そうですね、はい、研究をやってる中でやはりこう辛いこととか楽しいこととかいろいろあると思うんですけど、辛いこと楽しいことこう両方どちらもあったりしますか？楽しいことは、まあ、僕実験で研究をしてるわけですけども、まあ、実験にはやっぱ段階があって、うん、装置ができたぞってとことか測定が終わったぞとか、やっぱ節目節目に達成感がやっぱあって、まあ、そこは楽しいかなと思ってるのと、あと最後のやっぱデータを見るときワクワクがまあ一番楽しいところかなと。で逆に辛いところが難しいです事務仕事だったりとかそういうのが辛いしますけど。じゃあもう本当に研究自体には辛さを全く感じない？研究はそうですね。だからあと逆に僕らやっぱ新しいことをするのが好きだし、あと自分で何かものを作るのが好きだと思うので、うん、同じことを繰り返す作業辛いですあ、まあそうですよねあ、それみんなそうかもしれないですなんか僕らはどっちかって一個唯一無二のことをするみたいなところがあるんで、同じものを繰り返すような時は辛いなと思ってしますね先生の研究興味を持った時にどのような勉強をすればいいかとか、どのような本を読めばいいとか、はいはいはい、そういったことはありますでしょうか？そうですね、僕本はあんま読めなくてあんま活字は苦手なんですけど、その代わりなんか自分で考えるのが好きかなと思っていて、算数好きって言ってましたけど、回答に書いてあるような答えを出すのが得意なわけではなくて、自分のひらめきでなんかこうやったら解けるんじゃないかって思って、結局そういうの難しかったりするんですけど、解くのが回り道だったりするんですけど、それを何とかして考え抜いて解くっていうのは割と僕は好きだったなと思って、それが実は生かされてるところはあると思うんですよ。でやっぱそうやって回り道知って自分で考えた結果と解答例に書いてあるようなスマートな解き方が
あって、それを比べてようやく深い理解ができる気がしていて、やっぱり1個の回答だけだと正しいかどうかって分かんないじゃないですか。算数とかだら別に答えそれでも決まってるし、誰かが解いた答えがそこに書いてあるんだからそうなんですけど、研究やってて自分がたどり着いた答えが合ってるかどうかってのは1個の解き方だと分かんないところあると思っていて、複数の角度から見てその検証するっていう段階で出てくると思うんですよね。でそれは算数でも何でも学問はいいですけど、そういう考え方を身につけるっていうのは重要かなと思ってます、はい、僕らやったらもう分からんかったらすぐ答え見てむしろ解き方を覚えるっていうような風にしちゃうんですけど、僕はでもそれがマジで許せなくてあ許せない、あの人がやってるのは許せなくてあの自分がそれをやるのは許せなくて、あそれをやってるとなんか腑に落ちなくて、なんかよく分かった気がしない。まあ、それが今に本当につながってきてる感じはすごいされますし、じゃあ勉強自体はどうやってされてたんですか？勉強自体はどうやってしてたか、それは難しいですね活字すごい苦手っておっしゃってたんで、どういう風に勉強されてたのか。いやまあだから算数はそんなにもんじゃないですからねまあそれは確かに自分の中でノルマは作ってたかもしれないですね。こんだけ今日やるみたいな。小1か小2の頃に算数のドリルか漢字のドリルかを1日1ページはやるかなんか決める、はいはいはい、まだやれてなかったから夜遅くやってたら親に怒られる、早く寝ろって言われるみたいなことがあったくらいだったんで、ノルマを達成しなきゃみたいなところはそれは多分性分なんでおすすめはしないですまあでも本当に自分の中で決めたことは絶対やり通すっていうか、そうですね、そういうところはあったし、やっぱそういう性分の方がなんだかんだ勉強はやれるかな気はしますよ。まあそれが先生にあったスタイルやったということなんですね。ではですね、視聴者の方へのメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。宇宙とか素粒子とかっていう学問はなんかとっつきにくいと思われるかもしれないんですけども、一番単純にこの世界がどうなってるかとか、この宇宙がどうなってるか、どうやってできてるのかって、そういうことを知りたいっていうすごい素朴な人間の根源的な問いとか欲求から生まれてる割と稀有な学問だと思っていて、利益とかそういうのないんで単純に知りたいとかそういう思いからできた、まあ、ある意味ロマンに満ち溢れた学問だと思うんで、素朴な疑問を持てる人はぜひ興味を持って、もしよければ研究者になって一緒に宇宙の謎を解き明かすのにって一緒にできたらなと思ってるんで、ぜひ皆さんよろしくお願いしますっていうか、はい、素敵なメッセージありがとうございます。先ほどは研究の目標を伺ってきたわけですけども、最後に人生の目標を伺ってもらえるでしょうか。やっぱ何かしら見つけるってことをしたいんですよね。やっぱ宇宙とか素粒子ってやっぱ人間一人に比べてスケールが大きいものだと思っていて、新しいことを見つけるのってやっぱ何千人と多分今まで物理学者がいて、その中の一握りが見つけたことだと思うんですけど、なんでまあ難しいとは思うんですけど、もう自分の人生の中で何か一つ新しい発見とかに出会えれたらなというふうに思ってます。これからもワクワクして本当に大発見を、そうですね、されるんだなっていうのはおそらく、はい、思いましたので、ぜひこれからの研究も楽しみにしております。ありがとうございました。これからもクモエムラボでは研究者の愛をたくさん集めてまいりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。